はい、クリック365プラザからみずほ証券の鈴木が為替市場についてお話しいたします。昨日の為替市場、昨日から今朝にかけての為替市場の値動きですけれども、円は全面安、大幅に円安となっております。ご覧いただいてます為替レートですけれども、昨日の朝方には一時97円台後半といったところもあったわけですけれども、円安が段階的に進みまして、昨日は99円60銭台まで、ございまして、ほぼ高値水準、99円40銭近辺での値動きということになっています。で、この円売りの動きを反映しまして、ユーロ円も一時135円手前、134円95銭まで円安が進みまして、その下のポンド円もですね、一時160円台をつけるといった動きになりました。これいずれもですね、ユーロ円ポンド円とも2009年以来ということですので、約4年ぶりの円安水準まで円売りが進んだということになっております。ただですね、一方的な円売りという部分もあったんですけれども、これらの市場の流れを変えたのは、実は円売りとともに、その前の日の FOMC ですね、アメリカの FOMC、 こちらの方で市場が期待していました量的緩和の縮小、いわゆるテーパリングが見送られたということで、ドルがドンと売られたと。ドルが売られる反対側で、先ほど見ていただきましたユーロの上昇、ポンドの上昇があって、それに円売りも加わりまして、ポンド高円安、ユーロ高円安という形になったというところがございます。では、その FOMC がどのような動きだったかといったところを振り返っていきたいと思います。一昨日行われました FOMC、 こちらは先ほど申しました通り、市場ではですね、アメリカが進めてきた量的緩和、これが縮小されるんじゃないかというような見方がコンセンサスになっておりました。量的緩和って、そもそものところからお話ししますと、中央銀行は景気対策のために、まず政策金利、金利を引き下げて、安い、金利が安いからお金を借りて、企業には工場を作ってもらうと、一般の人には家を買ってもらうですとか、貯金をしないで、お金を使ってもらうというようなことで、金利を下げます。ただ金利がゼロになってきますと、それ以上金利が下がりませんので、今度はお金の量を増やすという作戦に出まして、日本もそうですけど、日本は円をジャブジャブに増やしていますし、アメリカもドルをジャブジャブに増やしているということになります。で、量が多ければそれが流通することで、景気が活性化するだろうという目論みがあるわけですけれども、為替市場にとっては量が増えるということはですね、一つあたりの価値が下がるということで、量的緩和をどんどんやるということは、その国の通貨の価値が下がるということになります。今回アメリカが量的緩和をどんどん増やす方から減らす方に転じるんじゃないかということは、今申しました通り、量がどんどん増やしてたのを減らす方に転じるということですので、ドル売りからドル買いになるんじゃないかという期待が非常に高まっておりました。ところが、これが見送られたということで、為替市場では、がっかりしたといいますか、ドル売りに反応したということになります。ですから、緩和どんどんやったのを縮小しますよったことを、実は5月22日にバーナンキ FRB 議長がアメリカの議会の証言の場で、年内にやる可能性が強いですよということを言って、7月の FOMC でもその議事録の中を見ると、FRB のメンバーの多くが年内の緩和縮小で合意しているということになりまして、そうなると9月の線が最も見込みが高いというのが市場の判断でした。と言いますのも、雇用統計等をですね、要は緩和をどんどんするですとか、利下げをするというのは、要は中央銀行が景気を良くするためにやっているわけで、景気が良くなってきたっていうのを確認できればそれをやめる、要は緩和を拡大を縮小に転じるということですから、
その経済指標を見ますと、こういった雇用市場たところがですね、非常に順調に回復していると。で、今後もおそらく回復していくだろうというところが、ここにありますようないろんな過去の数字の推計値等からですね、予想されていたという中で、今回9月にやるのは非常に妥当なんではないかというような結論に達しておりました。我々もそういった見方を、7月ぐらいからしてきたわけですけれども、実際にはこれが見送られるという結果になったということです。で、アメリカのなぜこれを見送ったかという背景として、声明文などから読み取れることはいくつか心配事がありますよということを言っています。まず経済指標を追ったところにいくつかやっぱり弱いものがありますということを言いました。それから定位のインフレ率って書いてありますけど、これは要は経済が活発ならば物の値段等が上がっていくというはずなのに、ちっともアメリカの方で物の値段が上がる様子がないと、物の値段、消費者物価等をインフレ率という言い方しますけれども、インフレ率が定位であると、本当に経済が活性しているのかというところに疑問があると。それから一方で金利が上昇してしまっているということで、先ほど申しました通り、中央銀行はどんどん金利を下げて経済活性化を進めるわけですけれども、いよいよ中央銀行が緩和を拡大から縮小に転じるということが思惑を呼びまして、金利が一足先に上昇してしまったと。そうすると家を買う人も少なくなってきてしまいますし、工場を建てる企業も少なくなってくるということで、非常に問題だということ。それから財政問題、アメリカは財政問題をめぐって、臨時国会が9月9日から開催されています。で、こういった中で、アメリカの場合は日本よりそういったところは厳しい法律がいくつかありまして、赤字の限度を超えるとですね、政府閉鎖といいまして、本当に公的機関が止まってしまうということが現実的にありますし、そういった中で、アメリカの国債とかも格下げされる可能性もあるということで、そういった話し合いが直近9月9日から11月12月程度まで続く可能性があるという、この4つをですね、 FRB は心配の要素として挙げて、景気回復のためにどんどんドルを増やしてきたけれども、もう景気回復したというにはまだ早いんじゃないかというようなことを言って、そのテーパリング量的緩和の縮小を見送ったということになりました。で、肝心でなのといいますか、私が注目していたのはこういった悪いところもあるので、テーパリングを見送るよ、緩和縮小を見送るよといったところを市場がリスクと捉えて、これはやっぱりアメリカ危ないんだというふうに捉えるのか、それともやるかやらないか分からなかったその緩和縮小、これが1回はやらないで落ち着いたことを交換して、不透明要素が1つはけたということで交換して、投資とかに積極的になるのか、どっちだろうというふうに見ていたんですけれども、結果としては市場はリスクに走るようなことはなくてですね、これを交換しています。そういった中で、非常に円売り、それから新興国通貨買い、それから株式市場も活性化というような状況が現在見られているということになります。で、為替市場において目先月末ぐらいまでの注目点がいくつかあるのでおさらいしておきますと、今週末日曜日にドイツで総選挙が行われます。基本的にはメルケル首相を率いる中道右派のところが勝つと。で、一党で過半数は取れないですけれども、連立を組むというふうな形で、引き続きメルケル首相がイニシアチブを握るというところがメインシナリオで、もしこの連立のところで揉めるようですと問題ですので、ぜひそこのところに注目していただきたい。それからアメリカに関しましては、先ほど申しました財政問題たところがございます。アメリカは年度が10月に開始しますので、まさに9月末が年度末になりまして、今2014年度予算と
といったところの話し合いをしていますが、おそらく民主党共和党は合意しないでしょうということで、10月は暫定予算でスタートするでしょうというのは、見えてはいるんですが、何に注目するかというと民主党と共和党の、仲の悪さ度合いといいますか喧嘩の度合いです。この14年予算が終わりますと他の財政問題、債務上限問題とか強制歳出削減といった他の債務問題がありまして、そこでも民主党と共和党は意見を戦わせるわけで、ここでどこかで妥協してもらわないと世界経済が困るわけで、そういった意味からまずその前哨戦として2014年度予算をめぐる攻防たところが来週にかけてあると思われますので、そこに注目していただきたいと。最後に日本サイドのものとしましてはアベノミクス成長戦略ということで、本日の日経新聞朝刊の一面も法人減税といったところが踊っておりましたが、そういったところがアベノミクス来月から成長戦略国会といった中でですね、そういったところの話が出てくるかどうかといったところに注目したいというふうに思います。総じてですね、一時注目された中国が景気減速するんじゃないかといったところも経済指標からそうでもなさそうだということになっています。またシリア問題もですね、緊張感が非常に薄れてきていると。で、今のテーパリングといった話もなくなってきた中で、世界的に非常にリスクオンといいますか、株式市場も好調な中で、為替市場はリスクオンですと円安ですので、そういった中で、引き続きドル円は100円をめぐる攻防といったところが続くんだろうなというふうに思います。基本的には年末来年に向けて緩やかな円安の継続を想定しているというのが我々の見方になります。以上、クリック365プラザからみずほ証券の鈴木が為替市場についてお伝えいたしました。